昨日ね、まあ、ちょっとある出版社とさ打ち合わせしてて、こんな本どうですかなんていうね、あの企画書が来てて、でそれ何かって言ったらさ、あのバカに効く薬のね全般の方をね、要するに物事の考え方っていうさところの部分をなんか書籍化したらどうでしょうかみたいな、提案があってね、でいろいろ、まあ、考えたんだけども、ちょっとそれね、じゃあ、急いでやろうかななんて思ってるわけでね、考え方ってさすごく僕は大事だなと思っていて、でいつも言うようにさ、一人一人もねそう考え方でできてるのね。だからまともな考え方のできる人はちゃんとしたか、要するに人生を送るし、ダメな考え方の人ってさ必ずダメな結果が出るよね。でさ、人ってね全て考え方でできてるのと合わせて会社っていうのも全部考え方でできてるわけだから、ね、うちで今読み合わせしてる、ね、内容なんかもそうなんだけども、基本的にさ考え方をね、要するにじゃあうちの基本ルールはさこういう考え方でいこうよって話じゃん。だから大事なことはね、その個人のね考え方っていうのを、要するにまあそれ例えば僕なんかもね、いろんなところでいろんな話するじゃん。そうするとさ、それ違うよとかさ、それ違いませんかとかね、そんなこと言うと人に嫌われません、嫌われませんかとかいろんなこと言う人もいるんだけども、俺ってね長い人生、まあ今ね55年ねやってんだけどさ、いつも言うようにね、別に学歴とか関係ないと思ってるし、ね、職歴とか関係ないと思ってるし、あとね、結果的にはさその人が何ができるかっていうところでしか評価されないってことを知ってるから、じゃあ評価されるためにはどうしたらいいんだろうってことを考えたりね、あとは大事なことは要するに社会正義と照らし合わせてどうかってこと、まあ、ここもねある人から言われたんだけどさ、その今サブリーズの問題とかいろんなのね言ってんじゃん。そうするとさ、そんなこと言うとね、ハウスメーカーから切られますよって言われるんだよな。だけど俺ハウスメーカー実際に今仕事ね、まあ、あるところで頼んでたりするし、で別にね僕問題はねハウスメーカーがどうこうじゃないんですよ。やり方に問題があるでしょっていう話してるわけで、それは早く直した方が僕はその会社のためになるなと思ってるわけで、昔さね、まあガキの頃だけどさ、ね、30ちょっとぐらいのところで、ね、人前で喋ってさ、それでなんか非常にインパクトのある話しちゃったから、ね、要するに今の不動産屋はこれじゃこのままじゃダメだって話をしちゃったらさ、なんかもう反感買っちゃってさ、でそれもね提案いただいたんですよ。そんなこと言ってると要するに業界からね弾かれますよとか、ね、要するにそんなこと言ってると、ね、いろんな形でねいじめられますよって言ってたけど、俺別にそれはそれで、ね、いいと思ってるわけ。なんでかって言ったら変革とかね改革ってバカじゃないとできないんですよ。利口な人はできません。だから例えばさ利口なやつがなんかちょっと言われるとさ、しょうがないな、ね、じゃあ今度こうしようかな、あしようかな言うけど、ね、そうしたらね一番最初にやろうと思ってた変革とか改革とかを諦めるしかなくなるわけだから、利口な人はみんなさ途中で諦めるな、で、あと長いものには巻かれるよね、で、面倒くさいことには首突っ込まないよね、そういう人生を送ってたら僕ね、すごく不満な人生になるから、多分ね、死ぬ時にね、あ、なんだ、あの時こういう人がやかったなってなっちゃうと思うんだよね。僕ね、今まで経験則上、まあ、たまたまね、ガキの頃からさ、人前で喋ったりさ、本書いたりしてるから、まあ、結果的に良かったんだけど、その時にね、要するに、やったこと、言ったことに対して、結果的にどうなったかっていうと、やっぱりね、信念を持って貫いていけば、物事が全部、ね、思った方向に近いところに行ってんじゃんってこと。で、ね、賃貸管理の部分もじゃあ PM 化しようっていうことも、ね、1万セント立って走っていって、で今なってきてるじゃんってこと、ね、あと、ね、アセットマネジメントもそうだよね。やり方、電話営業でさ物を売って失敗する人を、ね、世の中にどんどん作るよりは自分たちで物事考えてちゃんとさ投資しようっていうものを世の中に広めて、でその広めた中でお互いのね、その一致するとこ、例えば証券だってそうじゃん、投資の人たちだってそうだね、株式投資だってさ、ね、株式は大体理解したい人がやればいいんだけども、その素人相手に騙すようなことするから、要するに株式なんてもうお金ってやれないとか、投資委託だってそうだよね、お金ってやれないとかさ、で普通さ人を損させてしまったら、ね、要するに、まあ、その人たちが二度と市場に戻ってこないってことを彼らは分からないんだけど、要するに日々ねそういう自分たちの売り上げのためにいろんなことしちゃうわけじゃん。それって実はね、この会社はちょっとはいいかもしれないけども、将来的に考えるとこの会社もどうせダメになるし、あと業界もダメになるじゃんってことで、不動産業も実はそういうふうな方向性にずっと行ってたわけじゃん。でもさ、それをね、僕たちが、ね、PM っていうものを作ったことで、なんとなくさ、不動産はね、運用っていうものの一つのね、
市場ができてきたし、あともう一つね、不動産コンサルだよ不動産コンサルのね、不動産コンサルタント養成講座ってのが、あ、じゃなかった、ごめん、それをうちのやってるやつだな、不動産コンサルタント、あ、不動産コンサルティング、ん、技能士かね、な、技能士だよ変な名前になっちゃったんだけど、それもね、なんか知らないけど勝手なやつが勝手にさ、あの醤油取っちゃったからね、それ使えないとか言って不動産コンサルティング技能士とかいう変な名前になっちゃったんだけど、その時だってみんなね、不動産コンサルで飯なんか食えないってたんだよね。それで僕なんかがそんなことないと思うよって言ったわけだよね。でその時にあのね、あの業界でさ呼ばれてね、あの、じゃあ倉井さん、今言ってる内容さ、ちょっとセミナーで言ってみてよなんて言って言ったら、やっぱりさ、あの相当な反感を受けたな。あれがもう何年前、20年くらい前ですよ、ね、反感を受けたんだけど、結果的にはさ、今どうなってるかって言ったら、うちの会社こう伸びてんじゃん。でその時にさ、ね、大事なことはね、あの、まあ、僕なんかはさ、若い時に若い自分でさ、なんとなくこうね、あのもう世間知らずでさ、バーッと突っ走ったことを、ね、大事なことはね、そこで上の人たちが理解してる人たちがいたってこと。だから例えば亡くなっちゃったけどね、不動産地方情報センターの浜村社長とかさ、あの亡くなっちゃったけど三好不動産の三好会長とかね、あの人たちは結構年いってた、まあどうだろうな、あの頃ったら、まあ今の俺よりちょっと上ぐらいかもしれないな。だけどもう業界の重鎮でさ、いろんなことやっててね、それで、あ、倉橋さん面白いよ、言いたいことは言いなよ、やりたいことやりなよ、全部後押してくれたんだよ。でだからあの、なんていうかな、伸びることができたね。だから僕今ね、考えてみると、物事はね、物事の順序があると思うんだよね。僕自身は今ね、もう55にもなってさ、なるんだ今度な。そうすると僕はね、今度彼らの代わりのような形で若い人たちが動くところを、要するにまあ、あのね、修正するかもしれないよ。だけどさ、こうしたらもっと伸びるよとか、ああしたらこうなるよっていうことをもっとさ、あのね、僕たちが引き上げてあげる。ね、要するに自分の利益じゃなくて、あの相手のね、要するに考えていることが正しいと思えば、それをね、引き上げてあげるっていう人材が業界には必要だと思うわけで、僕はね、今そういうことで、若い人たちの、ね、意見とか聞きながらさ、いろんなことやってんじゃん。で、三浦とかさ、三崎でもね、いろんなことやってるね。そうするとさ、そんなこと言うとどうだ、あんなこと言うんだ、言うんだけど、僕はね、思うんだけど、やっぱね、変革とか改革の時期っていうのは、必ずバカな人たちがいっぱいいないとダメなんだ。バカって、まあ、僕のことだよ。今度また言われてやだからさ、俺のことだけどね。ね、要するにね、利口のやつは変革とか改革できないんだよ。なんでかって言うと怖いから。ね、要するに物事を考えるときに結局恐怖感とか、こんなこと言ったらあんなこと言われちゃうんじゃないかな、こんなこと言ったらね、こういう圧力がかかるんじゃないかな、こんなこと言ったらあんなんじゃないか言うじゃん。 だけどさ、そんなの関係ないんですよ。僕は思うんだけど、一番大事なことはね、それがちゃんと信念にかなって、ね、理にかなっていて、で信念を貫いていて、一生懸命やればみんながついてきてくれるってこと、ね、でそれが結果が出ればみんなが後押してくれるってこと。だから大事なことはいつも言うように、結果を出すってことが大事なんだ。だから、あ、何でもね、何度も僕は思うのは、結果が全てってことをいつも言うんだけども、結果が出て初めて評価されるんですよ。だけど、ね、結果が出る前に評価されないし、あと途中で辞めちゃう人たちいるし、あと頭のいいやつはみんなそこで諦めて辞めてしまう。だから物事が進まない。だから利口な人たちも、ね、っていうのは、結果的にはね、何のリーダーシップも取れないってこと。だいたい見てごらんね、会社のさ、経営者でさ、ちょっとね、生かした人たち、みんなバカな人多いよ、俺も含めてね。そうじゃないと変革できないから。だから僕はね、全然ひるまないわけで、それは何かっていうと、信念をいつも通してるから。だから絶対に曲げない、だからやろうと思って、これがね、人のために役立つってことは絶対曲げないようにしてる。だから何を言われると曲げないんですよ。で、僕はずっとそういう生き方してるから曲げないのね。で、また今回ね、一応うちのこれ掲示板なんかでもね、若い人たちがどんどん意見出すでしょ。人さん、上の人たちがね、それ引き上げなきゃダメ。何をね、あ、こいつは意図して言ってるのかな、じゃあこいつもっと、じゃあどうしたらいいのかなっていうことをね、若い人たちの意見の方がね、ある意味正しいことあるわけ。僕自身がそうだもん。だからね、上のやつに食ってかかったりなんかよくもしたけども、それはね、何かっていうと、食ってかかることがね、そいつの要するにさ、利益なのかね、食ってかかることが会社の利益のことなのか、社会の利益のことなのかっていうことを考え、照らし合わせたら分かることですよ。で、ほぼほぼみんなね、よく考えてごらん。僕に何か言ってくる人たちとか、そういうことに対して進言してくる人たちいるよね。で、よく見てると、これはね、僕のために言ってるんじゃなくて、その人のために言ってること。
わかる？だから意外にね、進言してくる人たちって大体自分の保身の人だとか、要するに、ね、あの誰かから頼まれてきた人とかいうことで、その裏側をずっと見ていくと、ほとんどがあの全て、ね、あの僕のことをあの要するに、気にして言ってくれてる人も多数いるよ。だけどね、ほとんどの人はその人の利益のために大体進言してくる、うん、だから僕はあんまりあの、うん、なんていうかな、そいつなんだけどね、あの、うん、時間の無駄だからね、意外にそういうのは相手しないようにしてるわけで、だから一応ね、あの、うちの会社ね、あのいい考え方ができてるから物事な、でうちの社内の中でも考え方統一がない、ね、それは何かって言ったら、ね、会社のためもそうだし、お客さんのためが一番だから、ね、でお客さんから言われたことに対してそれを改善しようっていう気持ちがあるんだったら、それを改善するべきだよ。もうぜひね、どん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 そういうねことを積み重ねていって、それが実はノウハウなわけだから、大会社がいざね、うちみたいなことしたいって言ったところで絶対勝てないんですよ。なんでかっていうと、大会社に勤めてる人たち大体利口な人が多いからねだから勇気がないから、ね、できないと思うよ。まあ一応そういうつもりで、ね、僕たちが差別化を図るっていうのはね、あのある意味さ、ね、自分がバカになって、ね、あのね、要するに人との意見とかね、そういうことも当然取り組むんだけども、最終的にこうしようって決めたら、それは信念曲げないこと、うん、正しいと思ったら、まあ、最終的に、ね、僕が、ね、じゃあ、相談してください、でそれが正しいと思えば僕はそれが正しいということで、じゃあ会社の方針としてそれをやればということを、ね、やりますので、ぜひ、ね、どんどん若い人は、ね、どんどん意見を言える会社にしなきゃダメだよ、ね、ぜひお願いします。以上